本当だ、曲がっちゃる。だから立派になってる。これって他の今までの竿だったらそうじゃなかった？いやもうこの投資にしてくれたいで。で今度はこれ取るね。まあ、お前持ってみるか分かるわ。ここへ当てて。こうしてここ持ってみるかって引っ張って。ここいたんだ。こう当てて。全すごい。全然見たら、ここも薄、この辺も薄折り曲がっていくんだけど。曲がっちゃるんだ、これ。曲がっとるよ。あ、ほんとだ。曲がっとるわ。だから、これを引っ張った時に持っていける。ここが痛んだよね。うん、痛くなる。ここが痛になるってことは、魚に負担かかっと向こうも弱るから早い。動く。向こうが硬かったらそうがいいからね。棒だったり。こうやってしたって折れへんのよ。これ曲がっただよ。かなり曲がってます。そんだけ引っ張っても糸が弱まりへん。なんでかゴムになってるよ全体が。すごい。そうだろ。これはね多分使わんとわからんと思う。みんな実際本当も使ったらごっつわかると思う。思いっきり引っ張られちゃったよ看板系。うん。言った。でも確かに手が痛くなった、うん、で今あったところに針1、2、5をかけたってここ当てて引っ張ってもここ全体の負担かってもいけるね。綺麗な糸でそれを目指してずっと竿作ってきたやな。あーやっぱりそうだろ。痛いだろ。痛かった。何か説明書のこの後こうなると痛になるってことは、うん、かけた時にギューンと引っ張ってくれたら向こうが走れんけん。ことは、加えた瞬間逃げたいけんね、魚は。うん、逃げた。そこでドンと言われて。楽しみ。なんかこんなことせんでもええよ、キューッといたら。もうこの時代は終わりましたね。もう早く終わったのね。うん。ただ、手がやついてないこと一つの素材の問題って、素材も変わってきたよね。これからほのつとこ素材をこう、さっと楽しみ使える。ないよ。うん。すげえ。